ごいすごいすごいすごい。お、来たわ。すごい。これマジですごいわ。はい、どうもこんにちは、みもりです。いつもお世話になっております。そして、今回のカメラマンが、ぐしぽーくんです。いや、ぐしけんですよ。ぐしけんか。ぐしぽー。そっちか。そんな選択肢ないんだよ。いや、憲法のどっちだっけってなって。そうだ、憲法の剣だ。え？漢字が違うわ。漢字は違う。菓子の片揚げポテトの肩です。ぐしけんの剣って、お菓子の片揚げポテトの肩なの？なんだ、ゆっくりはっきり言いやがってよ。一緒に、ぐしぽーくん。早いな。急にそこは、特大刑事の土を全部抜いてみたパート5です。5か、はい、5まで来ました。スターウォーズじゃん。スターウォーズ、まあいい、ほんといいように言ってくれたね。だから動画もパート3から上がってると思うんですけど、うん、いやまあそこは真似しなくていいんだよ。まあ過去動画に4つ上がってるはずなんで、はい、特大刑事の再生リストからぜひ見てください。うん、4つとも全部いろんなドラマが起きてて、うんうんうん、まあその、まあ、特大刑事、まあ、でっかい、270cm の奥行き 180cm の刑事があるんですけど、うん、その刑事の端と端だとまた環境が全然違うというかね。ああ、うん、そうかっていうのがすごい見てわかるようなところになってて、やっぱまあちょっと星になってることがもう現れたりとか、だからちょっと残念なところもあるはあるんですけど、そういった中でこうちょっと野生の世界の感じ、山を切り抜いた感じっていうのは今のところ実現はできてるけど、そこからより一匹一匹ずつ管理した状態ぐらいまでできれば羽化率が上がったりとかなればなっていうところで、幼虫が何匹いるとか、まあ、生態が何匹いるかみたいなところも気になって、始めた土を全部抜くですが、一応当初の予定だとパート1、2で土を全部抜いて、3でケージのプチリニューアルをしようというところで始まったんですが、ちょっと押してしまいまして、ただこの動画、うん、パート5で土は全部抜こうと思います。なるほど、はい、っていうぐらいもう減りました、うん、はい、今の状態こちらです。おお、はい、もうほぼ3分の2が終わって、うん、で一番最初の方パート1、2あたりでやった一番土が多い場所っていうのはもう完全に抜き切った状態なんで、うん、最後右端っていうのが、まあ、結構産卵剤と土が混合してる場所になるから、うん、この動画で土は全部抜き切れるんじゃないかなと。なるほど、思いますんで、うんうん、早速やっていきましょうか。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、一応幼虫と卵とさなぎと成虫分けて今入れてってるんですけど、はい、ここできっと一応全幼虫成虫ある程度回収できるはずなんで、うんうんうん、はい、ここやっていきたいですね。じゃあその前に一旦青くならさせてもらいます。はい、どこから出してんだよ。珍しいな。あと心配になったよ、そういう木から。そこすいません、人間の一番危ない骨がある場所だから、仙骨っていう、なんか漫画で読んだことあるから。いやごめん、そう、仙骨周りの青い細胞をいただきました。今危ねえな。はい、これ無事に青くなりましたんで、はい、やっていきましょう。まずね、まあここの土をある程度取っていきたいね、はい、うん、1,2,3,4 と、はい、見てもらえたら嬉しいですね。確かに、うん、ここまで来るまで結構かかったんですけど、そんな中でやっぱこう確実にその全部土を抜くところまで来てるっていうのがすごいわかると思います、うん、まだ結構土あんちゃんって多分初めて見た人は思うかもしれないけど、うんうんうん、もうほぼないですよこれ。本当に3分の2がなくなったってことね。トロ舟に入れて、まあ、軽く見落としがないか確認していくって感じになるんで、うんうんうん、土もねやっぱ前回に比べたら相当やっぱ増えてた。おっ、あ、もう星になってる子ですね。はい、土の中からも出てくるね、星になってる子が、うんうん、だから産んで、まあ、産卵セットとかでもあったりするけど、ギリギリまで産んで星になっちゃったっていう感じかもしれない。産卵し終えたよ。この第2回の植木鉢があるんでね、次は。ありますね。いや、すごいな。下のアクリルがこんなに見えるなんて。
久しぶりだ。ちなみに今ね、8回この120リットルのトロブネに土を入れて回収してるんで、うん、960リットルかな、単純計算。うーん、しかも結構パンパンに入れてたからね。土地圏ももう限界迎えてるだろうけど。お互いにね、うん、ここまでかかるとはね。当初11時には終わる予定だったから、16時から。そこで言うとね、はい、今日1匹目の幼虫です。よかった、素晴らしい。ぶっとい枝みたいなのあるし、すごいな。これも、あ、やっぱ根っこだよ。こいつの根っこがどんどん広がってるんだな、やっぱり。どうする、どこから攻める。ラスターの木たちを一旦こっちに、はい、この木を抜いてみようか。で、まず木抜いてみましょうか、これ。はい、これただ置いてるだけだから。よいしょ、いきます。おお、すごい。おお、はい。おお、あ、でもなんかミミズがいるな。ミミズとダンゴムシ、わらじ虫がすごいね。はいはい、木の周りにね、たまに幼虫いたりするんだけど、これはそんななさそうかな。ひとまず、まあ、上っ面も上っ面だったっていうのもあるかもしれないけど、うん、じゃあこれ、ちょっと植木鉢やってみようか。おぉ、ちょっとスライドさせます。はい、あ、待って、ちっちゃい幼虫いました。はい、こんなちっちゃいのもいるんで、目を凝らしながら。お、あ、ここすごいいるぞ。はいはい、あ、ここすごいわ、ほら。おぉ、たくさんいます。幼虫村だね、ここは。まあ、オアシスの近くだから。あ、そうね。あ、こっちはこっちでね、このシンボルがあるんで、一本目は、うん、抜いて雨が降りましたけど。そうそうそう、災いをもたらすと言われて。こいつはどうなるか、はい、ちょっと抜いてみます。はい、よいしょよいしょ。ありがとう。やばい、お、根が張ってますわ、後ろ。あ、すごい。あ、あ、あ、さばいだ。オッケー。あ、でもいい感じです。おお、あ、でも意外と受け入れてくれてる、これを。すごい。でけえ、こいつ。こいつ突き破るんじゃない、このまま入れてたら。もうここまで木だからね。最初ここら辺だったのに。そう。そうなんだ。伸びてるな、1年って。怖いな。突き破りそうじゃない。ちゃんと成長してる。ちゃんと成長してる。よし、これはちょっと一回。お、土が。すごい。あ、すごい。こんな、ここからもう木の根っこになってて。こっからあの根っこたちが。いろんな場所張り巡らしてたのか。はいはいはい、すごいね。ここの土を溶かしましょう。よいしょ。お、ここにその木がひっついてる。お、あ、でも星になってるな。ああ、ちょっとね、根っこちょっと怖いのかな、もしかしたら。これはあんまり良くないかもしれない。観葉植物はちょっとまた考えないといけないかもな。これをちょっとどかしましょうか。はい、ちょっとあっちに置いていきます。はい、よいしょ。成虫が、え、おお、すごい。どかしたら成虫いました。はい、よいしょ。いいね、オスです。ここ基本もう沖縄カブトですね。あー、まだまだ。うわー、気をつけて。でけえ、マジででかくなってるわ。こんなでかくなかったもん、お前。すげえな、
観葉植物。うん、あれもすっきりして、いや、すっきりしました、一旦。はい、よしよし、じゃあ畳かけていきましょう。はい、よっしゃ。お、ここ、お、いた。お、メスです。はい、おお、すごい大自然。崩してみようか、ここ。はい、おお、幼虫だ。はい、すごい。根っこがある場所はちょっと幼虫少ない印象なんだけど、うんうん、早速いてはくれましたね。おお、いました、ちっちゃい幼虫。おい、おい、ここすごい産んでる、やっぱメスがいたから。おお、すごいすごい、あ、すごいね。あ、ここにもちっちゃい子がいますね。やっぱ一気にいい環境のだと思った場所にバババって産んでる感じですね。やっぱ前あ卵あった時もまとまってあったんで、ここ近辺に卵があったんだろうな。よし、よいしょ。さあ、あ、ここ木の皮が大量にあるゾーンだ。前、具志堅と一緒に割り出ししたじゃん、苗があったじゃん。はいはいはい、あれの破片をここに置いてたって感じ。うん、そんな中にもいます。はい、今回が一番幼虫幸先いいかもな。おお、すごいすごい。おー、意外とここにいるんだ。よいしょ、結構やっぱサラサラだね、ここは土が。おお、すごい、こっち結構いるんじゃない、もしかして。はい、こっちが住みかかもね。意外とこっちなのか、こっちにいるのは。あ、すごいね、よく見たらわらじ虫がめっちゃいるね。白く動いてるの、普段飛び虫とかなんだけど、はいはい、その禁止便とかで見かけるのは、うんうん、ここだとわらじ虫だ。でもどんどん崩れていってますよ。うん、結構。あ、違う。あ、でもこっちはすごい黒くなってるけど、マットは。はい、粘土性は少ないな、ちょっと乾燥気味だね。うん、こっちはこっちで、お、いました。あ、こいつ大丈夫か。あー、やっぱちょっと浮かんでんだ。うん、こいつが崩れてたんで、はい、でも元気に浮かしてくれてます。はい、よいしょ。あ、木の根がすごい。お、ここにメスいました。これ浮かした子ですね。はい、木の根がすごいな。幼虫は小さいっすね。あ、もう板子線で星になってる感じかな。土の中で途絶えてることまたちょっと違う感じの、菌に巻かれてる感じになってる。星のなり方だから多分羽化不全かなと思うんですけど。お、お、いますね。すごいすごい、メスいて、幼虫もいます、はい、すげえ、すごいすごい、こっちの方がいるな。幼虫います、幼虫も、メスも。さあ、さあ、どうか。お、いますね、ちっちゃい幼虫も。こっちも、あ、でも木があるか。あ、でも結構トロメが溜まってきちゃったな。
お、さなぎです。はい、はい、いいですね。さなぎもありました。腰がついに怖いよ。生まれ変わりそう。いや、痛い。良さそうだけど、聞いた感じは。うわ、すごい木の根が。おー、います。木の根もあってもいるね。うん、ただ単に好んでなかっただけかな。このエリアは結構、うん、幼虫が多い。多いね、幼虫。まさかのこっちだったんだ、たくさんいるのは。まあ、とはいえ、右側、一番最初に取り出してた方もなんだかんだ結構いたはいたもんね、卵と幼虫。まんべんなく。うん。これ一旦、これ、はい、その幼虫を全部取り出して、はい、一回この環境をフラットにしたかったけど、うん、こう考えるとフラットにするのむずいかもな。今日中にってことですか。あ、今日中もそうだけど、うん、この材とかももしかしたら中に卵あったりするかもしれないから。あ、そこで考えるとやっぱもう沖縄カブトは固定で、うんうん、他の種類をどう入れていくかとか、うん、感じになるかもしれない。うんうんうん、なもんか、いったん。はい、よし、これでちょっと一回溜まったんで、ちょっとチェックしていきましょうか。はい、じゃあちょっとチェックします。はい、ここもできるだけ動画にしたかったんだけど、ま、幼虫がね、いる場所がメインになるかもしれないです、尺的にも。うんうんうん、あと、僕らの喋る量的にも。もう、その楽しいし、はい、話したいこともたくさんあるんだけど、その雑談も、うんうんうん、ちょっとね、もう頭が回んなくなってきてですね。オールナイトニッポンゼロ2回分ぐらい。いや、そうね、その時間で言うとね、やったかもしれない、うん、そこで、そう考えるとすごいよね。本当にこれ、魔人が手掛けないと見てらんないぐらい前の動画黙ってたんで。こんな1日で1000リットル以上こうやってかき混ぜて幼虫チェックする機会なんてまあないから。そうですね。おー、いました。はい、はい、そう、でもね何匹かはいるんだよね、絶対。そう、だからこの作業もすごい大事なんだけど、で、この動画ごとに毎回言ってはいるんですけど、この土はもちろんそのまま処分することはないんで、うん、処分するとしたらちゃんと適切な処分してやるって感じなんで。動画的にはすごいどんどんもしかしたら土捨てている感じになってるかもしれないけど、袋に入れてる感じになるかもしれないですけど、結構しっかり見た状態の上でこの中に入れてます。ちっちゃい幼虫をね、いるかもしれないけど。お、いました。おお、はい、素晴らしい。はい、おお、ここ糞の塊すごいな。産卵木でした。あ、よかった。ぐしけ寝てる時の相づちじゃなかった今。あって、うん、みたいな。意識朦朧としてる。相づちしたの覚えてるって次の日聞いたら、いや覚えてないっていうタイプの相づちだった。起きてるって聞いて、うんっていうやつ。あの相づちだった。そうそうそう、お泊まりってやっぱちょっと最初冒険だったもんな。ちょっとなんか1ステージ上がったみたいなさ感じあったよね、初めてのお泊まり。友達ん家ってね。そう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 。あ、まあまあまあ、よいしょ。
よいしょ。ああやっちゃったくそこのタイミングかやるじゃん試してくるじゃん、まあ、一旦置きましょうか試してくるじゃん袋目に、うん、ちょっと待っててください皆さん、なんとかできました。よかった。危なかった完全に試されたいやそれよくわかんないんだよそれいやーやっついになったもんな。あー、まあ、確かにね、空気ではち切れた感じだったけどああで星になってる子ですね、はい、でもこの子たちがあの元気なちっちゃい尊い幼虫たちを産んでくれてるんで、うん、いやほんと感謝です。だからここ掘り返してる時に、まあ、前の動画とかもあるかもしれないけど、はい、もしかしたらあれこれ幼虫欲しいなってるやつじゃないっていうやつもあったりするかもしれないですけど、うん、ちょっと苦手な方とかもいるかもしれないですけど、はい、まあサナギのね普通にしっかり羽化できてその後のサナギの皮とはまた違う感じのやつもあったりすると思うんでね、うんうんうん、いました。はい、ちっちゃな幼虫、そう、それがまた次、まあ次のいつとかは分かんないけど、また次土を全部抜くときにその数が減るのを減るためにちょっとやっていきたいし、またまあその全うしてくれて星になってる子たちもいるんで、これも虹色の星になった子ですね。ただクワガタに関してはちょっともう無理っぽい。このまあ前の回とかでも言ってるんですけど、クワガタにはちょっと合わないですね、このケージ自体が。環境作り的にやっぱ難しい、うんうんうん、そういうのも含めてまあ特大ケージ2年目に突入したんで、とりあえずこのケージの中で入れた成虫たちの子供が今こうやって成虫になって、でまた新しく子供を産んでくれてるっていう、いうその生命の神秘的な部分みたいなのはこう感じることができてるから、そこだけの、まあ、個人的な部分、もう本当エゴですけど、作ってよかったなとは思ってるけど、これをまあもっとうまいことできるようになったらさらにいいよねっていうところになるんでね。だからこの土とかもそのもう一回見直して、で、まあ、処分冷凍処理して雑虫処理したり、はい、まあ、マットを処分してっていう風に前の動画とかで言ってたかもしれないですけど、はい、これ多分戻しますね。おお、うん、あれ、あ、うん、行きましょう行きましょう。見落としもあるかもしれないし、もちろん、はいはい、あるかもしれないし、まあ、多分冷凍庫もいっぱい、うん、そう冷凍庫もいっぱいなんだけど、うん、このケージの中とか材とかのことを考えたら、例えば沖縄カブトを一回全部ここのケージからなくすっていうのが、うん、ってなると何日かかけないと多分このケージを一旦完全にきれいに空にしないと、もしかしたらその沖縄カブトの幼虫とか残ってる可能性が出てくるんで、うんうん、もうこの土をまた戻そうと思います。もしかして半分ぐらいは処分するかもしれないですけど、で沖縄カブトはもう固定で、もう沖縄カブトは完全に絶対いるケージ、うんうん、でプラスまあ前回はカブトじゃなくてクワガタを入れたけど、他に残り何のカブトムシを入れるかみたいなところになってくるかもしれないですね、うんうん、今後は。お、どうした？違う？息吸っただけです。ああ、随分やっぱちょっと酸素足りてないねああ、でも深呼吸、うん、足りないってなんか誰かに言われた。具志堅？なんか、美容師の人、なんかマッサージみたいな、うん、その人本当に美容師？整体師とかじゃない？そう、マッサージ付きの、あ、まあその本当簡単なやつですけど、うん、なんか YouTube でも見たことあるんですけど、うん、寝る前とかで、はい、いました、はい、うんうん、呼吸が浅いみたいな。
あーあー、はいはいはい、だ熟睡できてないみたいな。そうですね、それの要因としてもっと呼吸した方がいいっていう。あ、普段から。はい。おお。別に今やるタイミングではなかったけど。まあでも癖づけるのは大事だからね。うん、疲れが残らないく眠るコツの一つでもあるそうです。へえ、うん、深呼吸か、うん、それはやった方がいいな。やっぱ結構不規則だから俺も。あれとかわらじ虫が結構いるね。 YouTube の整体の人が、うん、整体師、はい、うん、骨鳴らしたりする。ああ、あれ結構見るの好きなんですけど。あ、でもいい音好き、やっぱ骨の鳴る音、うん、それわかるわ。俺も好きだから。苦手な人もいるもんね。うん、ちょっと怖いかもしれない、うん、具志堅も骨鳴らすタイプだもんな。俺も鳴らすんだけどさ、うんうん、もう行ったことないんだよ。あ、整体に、はい、あ、でも俺もないな、そのポキポキ鳴らす系の整体は。うん、腰痛いんだったらなんかあるんですよ、動画が。うん、何十年治らなかったやつが、うん、10分で治りましたみたいな。え、ほんと？はい、達人みたいな。達人すぎない？だから、いや、本当に10分後じゃん。すごいんですよ、それ。あ、そうなんだ、はい、いや、でも行ってみたい気持ちはあるよな。うん、結局俺、そのリハビリとかの整体しか行ったことないから、学生時代とか。いや、行きたいね、行ってみたい。でもやっぱ整体行く時間あるなら禁止瓶交換したいなとか思っちゃったりするから。そんなすぐでしょ。いやいや、すぐというか、まあ予約したりね。ああ、そう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 、手間がありますから。誰かが予約してくれれば、あ、さて禁止瓶の交換しようかなって言った時に、うん、ちょっと待って、うん、16時から整体予約してるよ、みたいな、行きな、みたいな、うん、言ってくれる人いたら嬉しいな。まあ家に来てもらうとかあんのかな。あー、出張もあんのかな。うん、それ助かるな。はい、はい、次はもう割れないように、はい、気をつけて、できるだけちゃんとしっかり空気を抜いて、うん、OK、 はい、まあ、太鼓みたいなもんだ。いやいや、間違えてるだろ、太鼓。よし、これで一旦終了。はい、で、残りここか、あと2回ぐらいやんないといけないかもしれないですね、この動画で。うん、うん、じゃあ次行きましょう。はい、まずこの木を抜こうかな。せき止めてるだけの木、さすがにまだいないね。結構最近せき止めてるだけだから、ね、あ、でも、おお、あ、でもやっぱ、あ、でもいるわ、はい、あ、ありがとう、うん、でもいますね、やっぱり結構いる。あの、わらじ虫とかダンゴムシとかいるけど、このケージがある以上もう沖縄カブトとわらじ虫とダンゴムシ、そしてアリ、うん、がもう共存しないとですね。おー、結構だいぶ一気に終盤に差し掛かってきましたよ。うん、あ、なんかこの土は黒いね。そうっす、まあ、ハイマットで元から黒いっていうやつもあるんだけど、うん、また下の方の地層の黒みとはまた違う感じの、うん、よし、これちょっと外すか。おう、ここ外しましょう。はい、ようやくここまで来ました、外せるところまで。1個目外したのが懐かしいです。1個目外したからね、実はね。
り具合ね、土で、うんうん、湿気と土で。おお、さすがおじいちゃんが大工なだけあります。いや、おじいちゃん電車の運転手だったわ。おお、すごいすごい。はい、おお、あ、メスがいました。はい、素晴らしい。うん、さあ、いや、もうここまで来たらよ。はい、ちょいのちょいのちょい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 がっつり一回でいた。木が変わりました。あ、ここに木があるのか、なるほど。ってことはやっぱこっちからの方がいいな。よいしょ。お、いますね。はい、あ、来た。います。はい、上の方にいるな、結構。なんだろう。おー、いるいる。はい、すごい。すごい、なんかこういうなんか貝いるよな。塩振ったら出てくるやつ。なんだっけ、アサリ。いや、アサリではなかった。おー、素晴らしい。はい、よいしょ。ここら辺やっぱ端は土質が変わるな、相変わらず。うんうんうん、ここサラサラだね。そうっすね。よいしょ、よいしょ。お、お、おー、すごい、2匹いるね、マジで。お、はい、いました。はい、小さい。はい、意外とサラサラの場所にもいるな。うんうんうん。お、腰針金通した。いや、どういうことだ。どういう状況。針金通したって。針金通されたぐらい硬くなってんだけど。あ、なるほど、どういうことだ。いや、重労働だよ。いや、でももうこれもね、俺がやりたくてやってるからな。うんうん、憧れですか、この特大ケージ。憧れよ、憧れのケージを作って。うん、で、憧れの出会いをさせてもらってるから。うんうんうん、俺にカブトムシクワガタがこう付き合ってもらってる側だからね、俺はね。言ったらそんな、その重労働とか言うのはもう失礼。なるほど、うん、過酷だね。早いな、前言撤回、切り返しが。ウイパやった今。ドゥンドゥンダーンって。いや、あまりにも早すぎて。お待ちしました、今日のお笑いのピークです。あー、具志堅法とかじゃなかった。いや、もうよく覚えてたな。グシポーズ。お、来ましたよ、マジで見えてるよ。見えました。お、お、メスがいるけど。お、生きてたよ、また。はい、はい、綺麗ですね。うーん、素晴らしい。ちょっとこの木をずらそうか。はい、いきます。はい、よいしょ。おお、おお、おお、すごい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 、ここすごかった。こんな4匹。おお、いきなり4匹。
ここすごいな、この木の周りが。どうした？虫か。いや、虫を探してるんだけど、一応そのクワガタカブトムシ以外ねってことね。あ、この木の中ちょっと気になるな。木だけね。あ、すごいな、それ史上初じゃない。いや、やられてやられてやりまくってるそんな、打って打って打ちまくれみたいな何のやつだったか忘れたけど、ここら辺とか結構かじって、これちょっと気になる材ですね。これもちょっと後で、後で保留。はい、根っこと菌糸がちょっとなんかもう入り混じってるみたいな感じになってるけど、うんうん、これ今めっちゃボソボソ喋ってたけど、音声入ってたかな。いや、大丈夫じゃないですか。根っこと菌糸が入り混じってる、でもずっとボソボソ言ってた。ここすごい乾燥してるわ。また、色が戻りました。そうね、上っ面はやっぱり乾燥気味だな、よいしょ。いや、でもだいぶなくなってきましたよ。よし、ここで一旦またちょっと確認しましょう。はい、ちょっとテンポよく、幼虫見つけた時だけになるかもしれないです。ちょっともう一回確認したいんで、はい、この動画でちょっとやっていきますんで、おい、しばらくお待ちください。おい、あと、あ、そう、幼虫見つけた時と具志堅と僕の会話が面白かった時だけになると思うんで、今回はやりとりで。なるほどね、まあどうなるか。どういうこと？何を？え？何を？いや、この土、あ、土の中探してるやつ、うんうん、多分具志堅と、うん、まあ幼虫が見つかった時はもちろん、うん、多分その魔人の手によってそこだけパッと出るんですけど、うん、幼虫が見つかった時と具志堅と僕の会話が面白かった時が出るって感じになると思うんで、あ、はい、じゃあ幼虫のみになるのはね、うん、確率的にはね。やりとりは、うん、1出るか出ないか。いや、まあそうね、その喋らないっていう可能性があるからな今。よし、じゃあちょっと、とにかくそうですね、うん、あの最後の一踏ん張り、そうね、この動画に入れるためにも、うん、ちょっとスピーディーにかつ丁寧に探していくんで、しばらく待っててください。はい、お、いました。はい、出てきました、うん、はい、今のところ幼虫1の僕らのトーク、うん、面白抜粋場所が2ですかね、多分。いや、悲しき嘘。今の幼虫が出てくるまでに、ちなみにですけど、喋、うん、った会話、うん、の中で一番面白かったやつは、うん、お、2匹目もいました。はい、はい、すごいパパッと出てきてますけど、うん、この幼虫2匹が出てきてる間に具志堅と僕で話して一番面白かった会話は、うん、これ今何本目だっけ、うん、5本目です。いや、になります。業務連絡だ。遠くって言わねえよ、それ。いや、引き続き探していきましょうか。はい、もう2位出たからな。いや、すごいからね。中はよいしょ、ゆっくり、よし、はい、明日というか、今日大丈夫かな。今日ネタで、ネタライブですか。あ、ネタライブだけど、その前に自宅ロケがあるの心配になってきたな。これ何ですかって言われた時、何も言えないかもしれない。何なんでしょうね。いや、でも着実に減ってきてるんで、すごいよ、本当に1本目から見たら、これ確かに、うん、さあ、引き続き探していきましょう。はい、お、いました。やっぱいるね。お、結構いるね、ここはやっぱり、はいはいはい、お、ここにもいました。はい、すごい、結構定期的に出てくるな。今までトロ船でこんなに出てきてるのないからね、うん、こっち側の方が意外と、うん、あ、いました。すごい、こんな大きい子も、はい、素晴らしい。今の幼虫が出てくるまでに話した一番面白かった、やり取りは、うん、ないですね。
そんなはっきりと政治家じゃないんだよ。いやいやいや、そんなイメージある。はっきりと、あ、これは星になってるさなぎです、はい、なんか喋ったっけ、ありました、なんていうないわけないもんな。あ、お、幼虫いました、はい、素晴らしい、はい、はい、さっきないって言っちゃったけど、それはもう冗談で、もちろん僕らが言ったやり取りの一番面白かったやつ、うん、あと電池何パーセントですね、うん、カメラの業務連絡だってそれはバリバリのいやでも今日ここはもう一応見終わったんですけど、うんうんうん、結構いたね。いや確かに、いやマジで何匹になってるんだろうな、ちょっと想像つかないよね。ちょっと分かんねえな。最初の1回で30匹近くだったけど、そっからどれぐらい見つけたかが分かんないから、もう3桁はいってると思うな。いや楽しみですね。それがその幼虫の数とかが分かる日ももうそう遠くはないんで、駆け抜けていきましょう。はい、オッケー、とりあえずオッケーです。はい、よし、じゃあ残りやっていきましょうか。はい、よっしゃ、次これ入りきるんじゃないかなと思うけど、土どうでしょうか。じゃあもうバンバンいきましょう。最後の120、最後の120、おそらく。お、いました、いました、よいしょ、お、あ、素晴らしい。お、ここにもいる、あ、やっぱいるわ、すごいいるね、この一すくいだけで3匹待っていたかのごとく、ごとくだね。最後、お、いますね、すごいすごい、はい、ちっちゃい子がたくさん、確かに、お、またここは土の環境が違うね、ふうふうふう、おぉ、木があった、木があって、しかもちっちゃい幼虫もいます、痛い、あ、で、ここにもいる、おぉすごい、止まんねえ、ここラッシュだな、この木なんてもうボロボロじゃない、おぉもうボロボロだ、すごい、すごいわ、これ芯が見えてるもんね、ここ、うわ土だもん、ここ素晴らしい、おぉ、いますね、すごいな、マジでラッシュだ、最後畳みかけてる、畳みかけてる、すごいすごいすごい、ほらここにも、あ、 M1 も始まってるしな、うわすごいすごい、いやいや、その後半どんだけ尺あんだよ畳みかけるまで入ったほら、すごい、すごい、これマジですごいわ、はい、これ虹色クワガタの幼虫いました、おお、今まで一匹もいなかった、おお、一匹だけ産んでた、てか生き残ってくれてたって感じかな、うんうんうん、いやこれすごいね、じゃあ2匹目とか、いや、いるかもしんないよ、うんうん、こっちの方にもしかしたらクワガタも行ける環境があったのかも、うん、すごい、わ、これすごいな、ここに来てた、いや全部抜いてみるもんだな、土、いけ、やっぱでも木の周りだったのかもね、おー、おー、すごい、沖縄カブトはもう信じられない量取れてると思うこっち側木がたくさんあったからまだ生き残ってくれてたのかな、お、幼虫、沖縄カブト、すごいな、虹色の幼虫も一応いてくれたって感じだったな、うんうん、おー、すげえ、すごいいた、すごい数います、おー、いますね、あ、いた、はい、潜ってってたか、在、もしかして虹色の幼虫とかいるんじゃない、さっきのさ、
おすごいすごい。あ、気になってる両親もいますが、よいしょ。おー、あ、台に潜ってる幼虫だ。すごいすごい。さあ、よいしょ。見えた。おい、いるね。根っこも関係なしにいるね、やっぱ。普通に幼虫が潜んでなかったって感じか。ハート3、4くらいで、根っこの近くにいない説出ましたけどね。そう、そう唱えてたけど。動画的には何日か後、何週間後かもしれないですけど、うん、数時間で覆されたわ。難しいな、うん、考えながらやれるのも楽しいからね。スケールがでかいおかげです。そうね。おお、いました。この家どうだ。あ、これはちょっとダメになってますね。すが潰れてる。ただ、こっちの幼虫は元気です。はい。おお、すごい。もうわずかですよ、マジで。はい、よいしょ。おっ、いました、サナギ。はい、元気なサナギ。うわぁ、おっ、孵化してた。はい、はい、孵化してました、オス。はい、すごい。いや、なかなかこのブロックがすごい、幼虫です。この材もどかすか、ちょっとこのタイミングで。よし。おお、すごいすね。下見える。はい、すごいわ。すごい。はい、はい、やっぱみんな沖縄カブトですね。よいしょ。あ、ここにも、こんなとこにも。おお、すごい、はい、こっち側すごいな、マジで。確かに。おお、いるね。よいしょ。はい、素晴らしい。はい、いや、本当になんか最後の最後の幼虫ゾーンがすごいわ。うんうんうん。お、ここ、あ、材か、材の、うん、あ、材がすごいね。もうボロボロだったんだな。かすかに残骸が。うん、さあ、あとは120リットルに収まるのかっていうところにもなってきたな。マジでいい勝負だな、うん。よかった、無事です。無事のさなぎです。はい、あ、あ、うっ、よいしょ、素晴らしい。よいしょ。おお、いるね、マジで。おー、すごいわ。よいしょ。いたい。おお、マジでこっちだった。入りきらなかったな。ギリギリ。よし、まあでもここを一旦これでやりましょう。はい、ちょっと入りきらなかったんですけど、とりあえずここやっていきましょうか。はい、また同様、幼虫が出た時のみになるかもしれないですけど、うん、でもさっきも結構いたからね。おー、早速だ。はい、早速いました。よいしょ。真相いいだ。すごいね。もうこうやって突き動かしてくれるクワガタカブトムシの魅力ね。いや、でも七、お、いました、幼虫。素晴らしい。あ、転がれて、おにぎりみたいに。あ、どんぐりか。いや、あ、おにぎりもあるよね。あ、お、穴に落ちちゃうやつ。ああ、あ、よかった、自信なかったわ。今の自分の思考能力的に信じれなかった。自分で取り下げちゃいました。いや、でもちっちゃい子がやっぱいるな。おお、すごいすごい。いや、マジで虹色の幼虫いたのすごいな。一匹、確かに。
生き残ってくれたって感じだと思うけどな、一匹しか産まないってことはまあないから、環境としてやっぱクワガタにはちょっと難しかったのかもね、うん、でもそんな中でも今幼虫してくれてるっていうのはほんとすごいことだと思う、うんうん、あの卵を見かけないね、やっぱり確かに、ハイブでは一回も見てないかも、うんうん、いますさあ、いました、ポリッシャーと混じっちゃった業務用のあの洗浄機バンバン進めていきます。おー、いました、すごい、牛君が見つけてくれた、おお、いじれてます、牛君だけが知ってる幼虫牛君今どこ映してる、ちなみにここに、あ、ここら辺だったの、移動してると思う。おー、いました、いずれ出ました、素晴らしい、はい、お、ここにもいました、おお、それは知らない、知らない子か、やっぱいるねそれは知らないってことすごい冷たいけどなうちの子じゃないみたいないやでもあの根っこの場所で思ったけどさ、はい、今ちょっと幼虫のとは関係ないけど、うん、やっぱ根っこの場所はしっかり固まってるからさ、やっぱ山とかの土砂崩れとか起きるのがやっぱ木が少ない場所が多いとか言うじゃん、あの感じマジで分かるよな、なんかそれをちょっと実感できたよね、地盤が硬いみたいな、根っこある場所やっぱ全部硬いじゃん、おーい、それすごい感じたね、なんかだからほんと疑似山崩しみたいな感じ今、うん、わ、穴がち間違いじゃないかも、まあ、初めて疑似山崩しって言ったけどいた、右に、あ、ここか、ああ、え、これどっちが、お、こっちも、やっぱここすごいいるわ、はい、おお、いました、はい、すごい、すごい量いる、マジで、ん、お、ここにもいたか、すごい、大きい、いや、マジでいるな、おお、すごいね、すごい量いる、ほんとにちょっと、マジでこの今回のトロブネ3回で一気に分かんなくなってきたね、何匹いるか、うんうんうん、相当いるんじゃないかとも思ってきたな、ナルトの多重掛け分身ぐらいだろ、いや、ナルトかボルト、それナルトのって言ってるから、ボルトナルトだあ、まあでもやってるけど、ボルトでも、あ、ボルトでもやってるんかい、多重掛け分身あ、そうなんだ、ああ、そうか、うん、あの、多忙すぎてねそうそうそう、この遠隔でできるって、三森さんに一番うってつけの術です、欲しいなでも、多重影分身やったらみんなクワガタカブトムシいじるよいや、だから、そこ配分はちゃんとやってください、おー、でも終盤ですよ、もう、おー、いました、はい、おー、いますね、意外とブロックにいないなっていうのを言おうとした途端めっちゃ出てきました、4袋だ、あ、4いきましたよ、初めてじゃないですかこれも、そうね、だから3回だとやっぱ4袋いくの か、 だから今回10、パート5で毎回2やってたから8で11でしょ、120リットルだからこれ、1320リットル分よ、見たら単純計算、1回目の土全部抜いた時の多分3倍ぐらいになってんじゃないかな、土の量、もしかしたら、はあ、はい、終了です、はい、はい、うん、すごかったね、はい、結構まあ、ちょっと結果的にあと、うん、どんぐらいなんだろう、60リットル分ぐらいかな、うんうんうん、残ってるんですけど、はい、これは次の最終章の、動画と一緒にやらせてもらいますんで、はい、はい、で、最後の方思ったよりその幼虫がたくさんいて、うん、うん、ちょっと目覚めるぐらいテンション上がったんですけど、うんうんうん、そこにね、何よりやっぱ虹色の幼虫が1匹、うん、
こう孵化して元気に過ごしてくれてたっていうのがすごい感慨深い。こんなその、まあ、1匹しかいなかったっていうことは相当条件としては悪い環境の中、1匹こう辛抱強くこうここまでいてくれて、うん、姿見せてくれたっていうのは本当に嬉しいですね。だからもう土全部抜いてないともしかしたら出会えてないかもしれないから、羽化まで行くとも限らないからね。そこで言うと土全部抜くをやった甲斐があったなというのをより一層思ったって感じで、よかったです。はい、はい、まあなんか土全部抜き終わったみたいな感想になっちゃったんですけどまあまあまあもう急に、ね、まあでももうねえ、ほんと夕方の段階じゃ考えられない、とこまで来たんで、はい、あとは次でなんとか終われるように、できたらと思いますんで、そこでね幼虫の結果も何匹いるかっていうのも、数えていけたらと思いますんで、はい、ぜひ次の動画楽しみに待っててください。はい、はい、具志堅的にはどうだった？いやそうですね、最後にいっぱい確かに幼虫が出て、いやそうね、全部の数が分かんなくなりましたし、そうね、より一層ね、ここで僕も多分一番見つけれたと思うんで、僕も確かにやっぱキラキラしてましたね。あ、やっぱ輝いてるよね。それを命がこんだけあったっていうのも、うん、このケージならではじゃないと見れないし、確かにね、こう、普段と違う探し方になるからね、見つける時も、成虫まで行ってほしいなって思いましたね。いやそうね、なんとか羽化してほしい、だから、まあ、またこの土を全部抜いた後の、うん、まあ、僕が思う、まあ、最善のケージにして、今期よりも来期の方がこう無事に羽化してくる子が多くなるように、ちょっとやっていこうと思うんで、はい、引き続きお願いします。はい、はい、そんな感じで今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。